皆さんこんにちは、イマンです。この動画へようこそお越しくださいました。皆様、お盆休み、夏休み、貴重なお時間に私の占い動画をご覧くださるだけでも感謝いたしておりますのに、本当にお心のこもった、もう熱くも温かくもお心のこもったコメントを、くださいまして、本当にどうもありがとうございます。お一人お一人に、こちらもお心を込めてお返事ができないことをもう大変申し訳なく感じております。でも本当にどうもありがとうございます。本日のテーマなんですけれども、こちらの愉快な仲間たちからの、リクエストでございます。で、数回前かなにリクエストいただいたんですけれども、実は同じリクエストをもうずいぶん前に他の愉快な仲間たちの方から、いただいております。リクエストノートに書かせていただいてあったんですけれども、そちらを、今回見させていただこうと思います。以前リクエストなさってくださった方には本当に遅くなって申し訳ございません。はい、テーマなんですけれども、現在の D 夫人と呼ばせていただきますの天皇ご一家に対する思いでございます。今後はご一家と申させていただきます。それではいつものように緊張とリラックスで丁寧に読み進めたいと思います。早速始めさせていただきます。5番、逆。これね、本当に毎回感じるんですけれども、この1枚目のカードに結構ね、もう結果が出てきてるんですよね。もう全てではないんですけども、大抵出てるんですよ。で、この1枚は見てください。こうやってこう手をつなぎ合っているような、そんなカードではないんですけれども、逆ですので。ただこれが表すのはもうね、人それぞれとか、もう好き好き、そんな感じなんですよ。なのであんまり良くも悪くも熱はなく、なんかヒヤッとした感じと言いましょうか。そうですね、ニュートラルな状態というか、そうですね、これはどうかな、賛成でも反対でもない中立みたいな感じの時にこれが出てくるんですけども、中立かどうかはちょっとわからないですね。でも少なくとも以前からの過激な発言、ご一家に対する過激な発言ね、あれから見るとあれって感じのカードですね。強硬な反対派からなんかニュートラルな感じになっているような、そんな感じがいたします。次見ます。逆ですね。30番、逆。これはご自身のことだと思いますよ。 D 夫人のこれまでの努力が無駄だった、過激な発言を繰り返してこられたことでしょうか。あの攻撃ですよね。多大な努力の後の失意なんですよ。エネルギーのことなのか、この投資に値しない成果、あとはね、ご一家のことを頑固だと思っている感じが出ています。ご一家の頑固さみたいな、もうね、言い換えますと意固地なぐらいの、そんな感じ、そういう思いが出てます。逆ですけど、これ興味深いですね。旅のカードなんですよ。とにかくそこにいなさいってことなんです。旅行計画の中止、旅に出るなってことなんです。これ思いは、これこの方ですので、インドネシア訪問のことじゃないですかね。行かれて大きな大きな成果を上げてこられたというねことなんですけれども、それは今現在の思いの中にもある、中止みたいな。で、状況は動かせない状況、もう動きが取れない、困った状況にある、これご自分です。そんな感じが出ていますね。インドネシアには
言ってほしくなかったってことなんですかね。ね、17番逆、これもね、これね、ご一家のことではなくアーミヤのことですよ。アーミヤ一家のことです。急激でネガティブな方向転換なので、これがこういうふうに出るってことは、まあ、ご自分も一味なのか、それとも、まあ、一味じゃないにしても、なぜないというかと申しますと、これなんですよ、この出方なので、うん、今では一味ではないにしても、まあね、ご一家を応援してはいないってことなんですよ。急激でネガティブな方向転換があった、ね、でアーミヤ家の運繁栄とか成功が途絶えた、そしてアーミヤ家にとっては災難、不幸な出来事、もう事故のようなこと、まるで事故のようなことが起こっている、そして破滅の恐れ、アーミヤ家の破滅の恐れで、ご自分はと申しますと、現段階ではじっとして変化を起こさないことがベストだなと思っている感じなんです。そういう感じからこうなってきているんじゃないですかね、うん、次、うん、また逆ですね。12番が逆、これはご自分です。目立つ行動は控え、誰か他の人に責任を負わせようって思っている感じなんですよ。なので、まあ、これまでの過激な発言ね、まあ、いくらでもネットで見ようと思ったらすぐにでも見ることはできるんですけれども、これまでの過去の発言とかね、うん、でもなんかご自分自身がちょっと今いろいろこのような思いがつらつらと出てきておりますので、まあ、例えばですけれども、ワイワタとかね、ワイシタとか、まあ、目立つ存在いますよね、うん、そういう存在にこう国民の目を移させようというか、そんな感じなのかもしれないですね。自分は今は目立つ行動は控えようと。でね、これ思念なんですけれども、でもね、これカードから伝わってくるような感じで、ね、この D 夫人はご自分でコントロールをして、世論などをもう巧みにね操ろうとする、そういう人だっていうのが出てるんですよ。まあまあ、これまでももうそれを十分やってこられたわけですよね。でも今はもうそれが完全にあだとなってますよね、うん、もうこの方自体のもうなんていうか信頼とかそういうものがもう本当になくなってますよね。ブーメランと申しましょうか、うん、11番が正位置、うん、これはね、正位置でもね、これこそがご一家に対する思いなんですよ、うん、ちょっとね、言葉にするのも不敬な感じがするんですけれども、ちょっと一応説明をさせていただきますと、世間知らずみたいな感じなんですよ、うぶな感じとかで、批判的な見方ができない、うん、甘い考えとか、よく言うと純真な方々なんですよ。よこしまな気持ちもなければ、私利私欲もない、でやり方が全てそういうやり方だっていうことをあまりいい感じでは言っていない、思っていない感じがしますね。あとは、ご自分たちが直面する、まあ、直面しているそういう問題の検討不足、うん、なんかもっと検討しなければならないのではないかみたいな、そういう感じ。そしてこの前からもこのカードちょっと最近いろんな人に出てきてるんですけれども、このご一家はですよ、ご自分たちが受けるにふさわしいものを放棄する傾向にある。これはこれまでのことなんですよ、ね、ご病気になったりしてとか、まあ、横取りされてとか、もう幽閉させられてとか、そんな感じですよね、うん、あらぬ噂を立てられて、根も葉もないことを立てられてとか、そしてそうなっていることなんですけれども、ふさわしいもの、本当はご一家が受けるにふさわしいものを放棄する形になっているってことなんだと思いますけれども、まあ、一応ね、放棄しがちだって出てます。であとはご自分自身をも見捨てがちであると。でもね、この見捨てるというのはご自分自身を諦めるわけがないんですよ。そうではなくって無視の心なんですよ。要はご自分たちのことはもう二の次三の次どころかもうずっとずっと後回しなんですよ。
いつもいつも国民とか国のことを考えてるんです。皇室のこととかをお考えなので、自分自身のことは見捨てがちですよ。そりゃアーミアじゃないんですからね。でこのカードに象徴されるのは、ご一家は諦めて譲歩して簡単に許して周囲の人たちを満足させがちな人、それが出てるんですよ。そう思っているってことですよ。そうだとは申しません。で今心の中での D 夫人から一家へのアドバイス、ご一家へのアドバイスっていうのは、屈服して放棄するのがベストでしょうと。で現状も、現状では柔軟であることがあなた方にとって好意的な結果をもたらすでしょうと。もうここは耐えて寛大になって立ち去りなさいと。これ上歩のこと、上位のことだと思います。上歩って言ってるのは上位のことだと思います。Good lady、 これね、とっても重要な人を表す人物カードなんですよ。でこれ誰のことかなって思うんです。でもねこれきっとねご自分のことじゃないかなと思うんですけど、高齢女性なんですよ、ね、で例えば女性のボスとか、あとね友人、もう秘密を打ち明けても構わないような友人とか、そういうのを表すんです。なのでねちょっとねこの1枚目と絡めますと、なんかね、敵とかではないっていうのが出てるんですよね。今やということなんでしょうかね。でどんな人かというと、これをもしね D 夫人にするとするじゃないですか。そうするとご一家が困難の間中、もう助けが必要な時は私を頼っていいんですよと、で私は助けますよみたいな、そういうカードなんです。あとはね、老人の知恵みたいのも表すんです。私の知恵とか経験をこうお話ししましょうみたいな、そういう感じとか、あとはねこれはね母親らしさ、母性のカードなんです。それを象徴してるんです。もうね全てのこの成長したり慈しまれるようなものを表している、そんなカードなんです。でご自分がそういう気持ちでこんな意見を思ってますよっていうことなのかもしれませんし、もしかするとこれは皇后陛下への印象かもしれないです、ちょっと高齢女性というのは置いておきまして、この皇后陛下という方はまあもう女性の長になれる人で、友人としてもね、秘密を打ち明けて もう問題のないような方で、人々が困っているとき、助けが必要なときはいつでも頼ってくださいと、お助けしますというお気持ちの方で、母性も母親らしさも国母なんですよね。で、この全てのこの成長するもの、あと慈しまれるべきもの、ね、そういうのを表すとなると、なんかね皇后陛下のことをそう本当は思っているというか分かっているっていう感じがしなくもないんですよね。でもね、なんか不思議に今日この絵がね、この絵の姿が D 夫人に見えるんですよ、私。なのでご自分の心じゃないかなって気もするんですよ。敵ではないという感じの、ちょっと次も見ますね。うわー、久しぶりに出ましたねこれ。サードニュース、これは悪いカードの1枚ですよ。本当に悪いカードに属します。すごく悪いカードです。これね、悲しい知らせとか悲痛な、もうね悲痛なとかもう苦痛な、あとねそうだ、困難、苦しみ、あとね葬儀、そういうものを、葬儀というのはお葬式の葬儀ではないんですよ、ね、争う議会の議と閣法の葬儀ですよ。そういうのが予想されるって思っているカードなんです。もうこの先のことなんですよ。何か悲しい知らせというのはご一家にとってですよ。もう悲痛、苦痛とも感じられるような、まあ、困難とか苦しみが予想されると、多分葬儀のことだと思いますけれども、
でもね、これね、こうやって見ていただけると分かると思うんですけど、ちょっとね、実際にあの人の死というものも関係するといえばしてるんです、うん、なんかね、人を失った時の悲しみ、このお葬式の時の悲しみのようなものも表すカードではあるんですよ、うん、なので一応お伝えしておきます。で、このカードが出るともうね、あなた方が今後嘆き悲しむことになるであろうものですので、手放しなさいと、諦めなさいって言ってるカードなんです。で、まあ、あの手放したり諦めたりすると、そこにスペースができると、ね、そこにはよりあなた方にふさわしいものがやってきますよと。なんと不敬な、何か新しいものがやってきますよってことを言っているカードなんですよ。これ以上この地位にふさわしい方々はおられませんよ、うん、あとね、もうあまりの悲しみというか苦痛に精神的な疾患とか心理的障害をもう患うようなことになったり、自分で自分を憐れむような自己憐憫の思いになるぐらいの、もうなんか悲嘆なこと、悲嘆、あと痛むっていうのもやっぱあるんですよね、人の死ね、そういうのがやってくるかもしれませんよってことを言っているんですよ。もしこのカードがご自分を表していたとしたら、だから諦めなさいって言ってるんですよっていうような、なんかアドバイスっぽい感じなんですよね。ミリタリーパーソン、これか、これね、ちょっとこうなるとこれ戻さなきゃいけなくなります。あのね、このカードを強調するんです。これがこのカードがね、事実ですよっていうことを強調するカードになるんですよ。本当ですよって言っているようなカードになるんです。もうこの注目すべきようなこと、これがもうまさに今から予期されることですよって、それを伝えているんですよ。でね、このカード自体が安全とか安定性とか、あともう命令とか指令に近い、うん、で安全性の必要というものを象徴するカードなんですよ。だからこれはね、どっちかというと、もうあなた方の安全のためにもう諦めなさいと、もう手放しなさいって言っているカードですね、うん、プロセキューションか、うん、コンステンシーサーブリーインクリース、これはね、何か仕事、仕事の遂行なんです。責務の遂行とか、仕事、責務の遂行、誰の、自分かな、これはね、普遍を表してるんです。コンステンシー、変わらないんですよね、思想堅固というか、もう志とかそういうものを考えとか、もう何があっても変えませんよって言ってるような感じでね、その下にここにちょっと出ているのが儲かる取引なんです。繁盛するんです。良い商売なんですよ、これ。それを表している。で、これそのままちょっとつながってくると思いません？増加の約束がされるんです。何？昇給なんですよ。まあ、お金が入るってことなんですね。入ってくるお金が増える、だから仕事、何か責務の遂行、で一応ね、ちょっとね、このね、このアクセッションっていう意味の中に継承とか即位とかそういう意味もあるんです。なので、なんかこの読みですとですよ、今までのこの読み合わせますと、まあ、青宮家に行けば、まあ、良い商売だと、儲かる取引、繁盛する、だから何があっても私の志は変えませんよみたいな、そんな感じ。フォーチューン、
Lord Frivolity。 これもね、これも婦人の姿のように思いますよ。 D 婦人ね、婦人っていうと紛らわしいですね、私の占いで。これ D 婦人の姿、この蝶、甘い蜜を吸いに行っている感じがするんですよ。このちょっと派手な感じで、これも運とか月を表してるんですけど、要は富とか財産なんですよ、ね、でこれは誰が主人かってことなんです。誰が支配者、誰の采配、それによってご自分自身軽率な言動になったり軽薄な振る舞いになっていることは分かっていると思いますよ。甘い汁を吸ってます。何かやはりそういうのがあってこれまでの過激なあの発言なんでしょうね、うん、ジャーニーですね。ジャーニー、うん、ミスフォーチュン、メリーメント、これはいつもの夫人ですよ。サラ夫人の方です、うん、また出ましたね、これまたですよ。ちょっとね、私ね、ここであの、ジャーニーが出るのかって思ったんです。この旅のカード、またここに旅が出てきてるんですよね、うん、あ、またって感じがしたんですよ。と申しますのは、なんとなくちょっと意外だったんです、こういう質問にこれが出てくるってと思ったんですけど、よく考えますと、まあ、インドネシアのことだと思いますよ、これ、うん、これはね、もう間違いない公務とか皇室外交なんですよね。でそれがボーってなってるんですよ。危険と災難危険と災難、危機、サラ夫人の危機になる、うん、その通りですよね。行けばそうなりますよね。自分のことじゃないですよね。ちょっとそういう気もしましたよ、なんとなく、うん、夫人は夫人でも今回ご自分がこれなんじゃないかなという気持ちもちょっとしましたけどね、うん、なんかよっぽどなんかあるんですね、このジャーニーね。あ、またまたジャーニー、ほらなんかね、本当にしつこい、これ一緒だと思いますよ、あの公務とか皇室外交だと思いますよ。サティスファクションだ、グッドサラウンディングス、グッド、あ、アドバイス、これは、うん、やっぱりジャーニーでしょ。でこれは公務とか皇室外交です、もうこれみんなそうだと思います。でこれが達成なんですよ、達成成就、満足感と充足感なんです。ご夫妻で行かれてますよね、ほらね、まあ、もっと言いますと、もう我々国民にとってもご夫妻でそうやってもうどん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 ね、あの他国をご訪問なさってほしいからこその、もうもうご夫妻ぴったりのご夫妻なんですよね、本当に。でこれ、これによるこの達成とか、成就するには良い周囲、周囲が良い、このお二人、このご一家の周囲の環境が良い、そして、側近が良い、取り巻きが良い、親族が良い、そんな感じが出てます。うん、なんかね、ここで達成ってきたのもちょっと思うんですよ。これまではできなかったじゃないですかね、ご病気にさせられて、あと閉じ込められて、なのでついに達成したと。で達成すればやっぱりなんですよ、もう皆さんに満足感を与えている、そんな状況、なんかこのことについて考えてるんですよね。旅3回も出ましたよ。マーチャント、うん、ミスフォーチューン、あ、ジャーニー、また、え、全部出たかも。あるジャーニーのカードが全部出てるかも。すごい、よっぽどなんですね、これ。
インドネシアですか。え、よっぽどじゃないですかこれ。これはね一味なんですよ、もう世界的に、うん、あのこの一味というのはもうね、アーミヤ家の一味というのは別にそのこんな国内のものじゃないですからね、うん、逆に言うと一味に命ぜられてやっているようなことですからね、全てがもうこれ世界的な一味ですよ。でここ何もう この人たちがこれになるってことなんですよね。災難とか不幸不運そんな目に遭う、こうやって旅をされるとってことはよっぽど大きいんですね。だから閉じ込めるんですよね。ねえ、イギリスもベトナムも横取り横取り横取り、これまでもずっと平成の間も、これね私などがもう存じているようなこと以上のもうなんかものすごいことになるんですよね、きっと。このご公務をなさるともう自分たちにとってこのボーボーなことになるんですよね、きっと、うん、何なのか私はちょっと分かりませんが、そういうことが出てますよ、これ。こうやってなんかね、ね。では最後のカードで見ます。今回も6枚引いております。33でいきます、うん、最初からクラウズ、うん、ブック、フィッシュか。もうね、これね、この雲自体がご自分ですよ、これ。うん。リー夫人だと思います。こんな感じなんです。もう、くわーって、もうすべてに、なんていうかな、この雲、うん、雲がね、なんていうの、勢いをそぐとか、水を刺すっていう意味があるんですよ、ね、勢いを削いでしまうんです。晴天であればそういうあの災難がないところでも、雲なので通り過ぎればブワーッと雨が降りますよね。そういうことなんですよね、うん、勢いを削がれる、ご自分が削がれる感じなのかな。水を刺されるというか、何か一つ発言をしても今ではもう影響とかその反響ってすごいですからね。見通しが良くないんですよ、ご自身にとって。なので何か解決の難しい出来事とか当てにならない、なんか確実じゃないなっていう感じとか、混乱状態、今後のね、あと疑惑、そういうのが予想できるって思ってるんです。先ほどからなんかいろいろありますよね、そのなんか苦痛な状態が予想できるとか、なんか予想してる、予想ができているんですよね、なんかそういうことを、まあ、このままいけばそうやって解決の難しい、何か出来事、そういうのがやってくるとか混乱が起こる、うん、そんな感じなんでしょう。でこれなんですよ。これはね、この鍵付きのブックの中に書かれているのはD夫人の秘密ですよ、何か、うん、D夫人の仕事です、お仕事です。D 夫人のお話、 D 夫人への台本なんですよ。で、隠された計画があることを物語ってるんです、これ。何か。で、このフィッシュ、これはもうね、あのもう先ほどから何度も何度も同じことが出てきてます。これね、手放しなさい、諦めなさい、捨てなさいっていうことを言っているカードなんです。束縛からの自由と解放、ね、柔軟性、自由放任、もう独立、それを進めているカードなんですよ。そういうことがこの、そうすることがこの本の中に書いてあるんですかね。じゃあ次の3枚見ます。キームーン、インセンスパーナーだね、やっぱり一緒なこと言ってますよ、一緒なことですよ。これはね、鍵があるとき解決策を持つなんです。なのでこれの鍵だと思いますよ、うん、ここに書いてあるの でカチッと開ける、ね、そうするとお答えを得ることができる、それがあるんです。でね、何かもうこの出来事はね、因果な出来事です、うん、因果な出来事、うん、そういうのもこの夫人に、リー夫人にとっても因果な出来事だっていうのがなんとなく現れている、うん、
でこのムーンなんですよね。でもご一家というのはもうね、高い評判、もう評価、もう世界の評価をご存知だと思いますよ、うん、あと信用もあるんです。ちょっとごめんなさいね、見にくいですねこれね、うん、信用もある。で注目の的です。今もうどんどん人前に出る。でこれまでの行いが全て報われているような、うん、で出れば賞賛、ね、公明です。そういうのが出ている。あ、ちょっとね今ふっと思ったんです。これね、あのいつものお皿夫人とかキーとかとはもう大きく違うのは、ここまでの中にですよ、こういうふうにいろいろあっても一枚もジェラシーってカードは出てきてないですね。もう最後まで出てないですね。嫉妬とかそういうのはないんですよね。そういうのではないんですよ、うん、逆に不思議なぐらいです。一枚も出てない。でこれなんです。これは分かっているんだけれども、まあ、だからこそなのか、インセンスバーナーです。不要なものを取り除くなんです。もう何かマイナスで望まれていないんです、このエネルギーは。それをもう払いのけるって感じです。除去、処分、もう片付けるっていうのが出てます。うん、これはね、もうあの目立った動きは、目立つ行動は控えていたとしても、まあ、気持ちの中ではもうね、本当はちょっとこうやって中立みたいになってしまっているのも事実なんですけれども、それそうですよね。このご一家を目の前にしてそうならないものなんかいませんよ、悪魔以外は。本当に、ね、でも何かあるんですよね。それでもう、まあ、危険もあるっていうのが、この方の中ではもうこのまま行けば大変危険な、もう命までも危ないぐらいの目に遭うぐらいのことがここに出てるんですよね。だからもう諦めなさいと、そういうふうな感じで出ています。はい、それでは本日のリーディング以上にしておきます。ご視聴くださいましてありがとうございました。私はいつもいつも皆様のお幸せと愉快を応援いたしております。